FC 東京8番長谷川レナスールです。僕の宿題を皆さんチャレンジしてみてください。この宿題のポイントは、まずボールを上げるとき真横ではなく真上に上げると上がりやすいです。そしてボールが上がったら腰ではなく膝を使ってうまく受け止めるとボールは止まりやすいです。この練習の成果を5月4日、5日に駒沢公園で披露しに皆さん来てください。府中アスレティック FC 背番号9番宮田義人です。僕からの宿題です。ちょっと難しいかもしれないですが、ぜひトライしてみてください。この技のポイントは、最初足の甲に当てるボールを、自分の方に戻ってくるようなボールを蹴ると次の技がやりやすいです。ぜひやってみてください。そして5月4日5日駒沢公園でその成果をぜひ見せてください。